ぶりかも。そうだね。1月ぶり ?1 月じゃない？そうだよ。1月は最初のお知らせぶりやから、そうじゃあ、うん、半年ぶりぐらいか。そうだね。ちょっと久しぶりです。うん、皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。私たち今日大阪に着いたんですけど、ゆゆとドクちゃんは、はい、昨日からね、うん、大阪で、うん、関西 近畿のね、ラジオとかいろいろやっててちょっと早く来たからね。そう、一日早く来たで怖い、来たよ、ね、ドクとラジオしたり取材とかさせてもらったりとか、うん、結構盛りだくさんだという噂を聞きました、うん、そうね、うん、一日朝から来て、うん、夜までいろ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 やったね。チェックしてもらってね。はい、お願いします。いろいろやった後は何してたん？ゆうは。は、中でご飯、友達とご飯食べに行ったの。あ、食べたの？何食べたの？は、なんか串？ああ。串焼き？串カツ？串カツじゃない。あ、違う。串焼き？うん。みたいな。名物じゃない。そう。でもなんか大阪で系列店なんやけど。なんか美味しいって噂のお店、大阪にしかない、大阪、うん、多分地元の人だからね、ね、そう、多分大阪にしかない、うん、なんか変な店で、うん、2階だってやってるけど1階はずっと神社の音流れてたの。え、知ってる人いますか？1階で神社の音流れてる。ピンポイントすぎる。これでいたらすごすぎるだろう。そうね、それを友達が知ってて、なんかずっと神社の音流れながら食べるの怖いから2階の席予約してくれたの。で2階は流れてない。でもめっちゃ美味しかったの。いろんな串焼きがあって、なんか、まあ、普通にエビとか、なんか牛とかあるんやけど、なんかなんていうかな、串カツ田中？違うよ絶対違うでしょ。違う、なんか変わったお店よと。気になった方はぜひ調べていただいて、行っていただいて。一回神社の音。神社の音ですよ。まあまあ、大阪はさ、やっぱ名物がいっぱいあるじゃないですか。なんかさ、二人はさ、食べたいものとかある？でもたこ焼き食べたい、うん。やっぱりたこ焼きとか、うん、お好み焼きとか。やっぱりな、粉もん、粉もんね。粉もん食べたい。粉もんはほら、初めて大阪で、ギャンパレットして大阪来るのは。初めまして、大阪の。初めまして。たこ焼きは食べたいね。はい、たこ焼き食べたくて、あとお人形も見たいです。あ、こういう食い倒れね。食い倒れ人形も。なんか多分、食い倒れっていう名前を知らんくて、セイがさっき、それの似顔絵描いてて、なんかさっき特典会を HMV でさせてもらってたんけど、そこのなんかポップにその似顔絵を描いてたんけど、これって何ですかって言ったの。やだ、なんかめっちゃ怖い食い倒れの似顔絵やったの。だからぜひ見に行ってみてください。見に行ってください。じゃあさ、セイとさ、ちょっと一回離れちゃうけど、セイがさ、今日初めて大阪に来たわけじゃん、うん、今日さ、大阪の人どんぐらいいるんだろう。確かに。いや、私の予想では全員。じゃあ聞いてみましょう。気まずいだろ。大阪じゃあ大阪から来たよって人、大阪、はい、あ、すごい、いっぱい、すごい。え、大阪以外の関西の人、確かに、はーい、おー、すごい、ほぼほぼ関西の方だ。じゃあほぼほぼ関西の人だ。嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。関西じゃないよって人、おお、ありがとうございます。ありがとうございます。誠実なのにね、本当にありがとうね。嬉しい、嬉しいな。まあ、たこ焼きの話が出たから、たこ焼きの話に戻ると、リオもたこ焼きめっちゃ好きなの。そう、家でたこ焼き一人で焼いたりして、でもリオはやばいんだよ。リオはさ、たこ焼きの粉買ってさ、帰ってくるって。そうなの、大阪のたこ焼き屋さんに行くとさ、たこ焼きの粉売ってるんですよ。だからそれをお土産で持って帰るさ。たこ焼きってさ、自炊して一人で食べるもんじゃないで。そうだよ。でもまあ、大阪の人はたこ焼き器は絶対持ってるんやけど、一人ではやらんから。そう、でも私はやる。逆に大阪でさっき手挙げた人で、たこ焼き器を持ってない人はいますか？持ってない人、気になる。あ、ちょっと気になる。逆に言うと、それ以外の人はみんなたこ焼き器持ってるよな。みんなうちにはあったよ。すごい。でも超好きなの。だってうち上京するときにたこ焼き器まず持たされたもん。もっとあるだろ。そう、絶対必須。
そうでさ、私がたこ焼きの食べ方で好きなの食べ方があるのね。何？あの泥ソースあーあの辛いソースがあるんですよ、ちょっと。でそれなんかあんまり関東のたこ焼き屋さんではなくて、大阪とかに来た時にその泥ソースのお店たこ焼きをお店で食べれるのね、うん、それで私の家にも泥ソースあるのちゃんと、ガチやってぐらい好きなのさっきガチでなのだけどみんなに今日好きな食べ方を聞いてみたいなと思って。あみんな小松あるじゃん、確かに。だから何から聞く、何がいいかな、何が塩ソースが最初の気が。ソース派の人ー。おも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 ソースじゃないもん。ソースじゃない。あとはポン酢とか、ポン酢、ネギポン、ポン塩、塩、塩。じゃあ先にネギポン酢感じか。ネギポン酢、ポン酢の人お少ない。おおソースで、あと塩塩と塩多くない？塩多分天ぷらも塩で食べる人いや、あのやっぱ塩はね、やっぱ結局塩結局素材の味を引き出すから塩だから。わかる。でもソース派が多かったね。そうだね、まあやっぱ鉄板ソースやな。鉄板ソース美味しいからね、うん。まあ、大阪さ、あの他にもさ食べ物もいっぱいあるけどさ、あの土地もいろんな場所あるじゃない。そう、あの大阪って言っても心斎橋もそうだけどさ、うん、なんかいろいろ各地あるじゃん。でいろんなとこ行かせてもらったりもしてるけどさ、うん、まあ他にもさ大阪といえばなんかどこ行きたいとかある？え、せーので言ってみよう。せーので言ってみる。一番行きたいところ今大阪で。一番行きたいところ行くで。みんなも後ろも。あ、じゃあ後ろもじゃあ地名で大阪で行きたいところなんか場所でもいいし地名でも。オッケー、一つしか。オッケー、じゃあ行きますよ。せーの、イエイバーバラバラやったそれだと思ったのにユニバ。じゃあユニバ以外の人だけちょっと教えてほしい。大阪って言っちゃった。これじゃ質問できるよね。話聞いてない。ユニバ行きたいそう、ユニバ行きたいの。そう、なんか昔ギャングパレードであのツアーに来させていただいた時に、うん、次の日がお休みだったんですよ。だからメンバーであの残ってるメンバーで残ってユニバにね、みんなで行ったの。そう、ユニバに何回も行った、ね、そう、前日にうちの実家に何人かメンバーが泊まってユニバに行ったのよ。そう、メンバーが実家に泊まりに来るってやばい。そうだね、2人はさ、ある。なるほど、まだ加入してなかったから。そう、私はまだ行ってないです。でもある、ユニバ行ったことある？なんか本当に過去めちゃめちゃ昔で本当に記憶になくて、あんまり。だからそう、みんなと行きたい。ちょっと行きたい。なんかユニバ行ったこと何回かあるんですけど、なんかキャストさんがめちゃくちゃ面白いし優しくないですか、ユニバの人。面白いよ。でもほらあれなんだよ、多分そのユニバでがデフォだから。そうかそうか、確かに。ねやっぱそうだ。でもユニバの人すごいやっぱノリいいし、うん、え、本当にそうなんですよ、うん、東京 の、 あのそういう国に行くディセンス、ディセンス、ディセンス。大丈夫大丈夫、カノさん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 夢の国。あのその国は、東京の国はあのなんかすごいあのパレードみたいな。夢が詰まってユニバの人なんか、え、そのカチューシャ可愛いですねみたいな。あ、親しみやすい。そう、乗りちゃうわ。そう、毎回毎回なんか何かしら褒めてくれるんですよ。確かに自己肯定感上がるね。乗るために服とかなんか今日エルモみたいで可愛いですねって言ってもらった前。じゃあまたみんなで行きたいですね。まあ、大阪のユニバにも行きたいですけど、あの今日もここであの13人で初めてねライブ、うん、あのツアーで来させてもらって、あの、うん、大阪でやりたいライブハウスだったりライブ会場まだまだたくさんありますからね、はい、大阪の遊び人、ね、関西の遊び人のみんなと一緒になんかもっともっと楽しいことをね、今日もですけど、そうです、ね、この先の未来もねしていけたらいいよね、みんなで、うん、はい、ね、はい、そんな感じで、あのこれから先もあのギャングパレードと一緒に歩んでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。